はい、前回は前半声なしパートそして2人で声なしで、まあ、雑談をしてみました。最初の手話を始めたきっかけの、ね、部分が語り、また語りイメージになっていたかもしれませんが、今回は後半として声ありで話します。声あり、手話あり、ざっくり2つということですね。前回振り返るところでした。考えといてくれ。前回振り返って、カツオ君と手話で喋るのは本当に久しぶりだったので、はい、まあ、なんか楽しかったです。その硬さ、はい、どうでしたか。やっぱ硬いなって思いました、ね。今回はね、後半の声ありのパートでは硬さもっとね、柔らかくイメージで話していきたいと思います。それではどうぞどうぞ。これですね、うん、辛ラーメン、前に喋っていた時に、辛ラーメンが好きだというふうに聞いたんだけど、そもそも僕は辛ラーメンが何かあんまりわからないので、その辛ラーメンの魅力を教えてほしい。辛ラーメンは、正直は体に良くはないと思うんですよね。辛ラーメンは辛いだけのラーメン。辛いだけじゃないの。何か多分こう幸せになる栄養成分がなんか入ってると思います。なんかもうだけど中毒性？中毒性があります。辛ラーメンで広がらんよ。私もなんか初めてこう食べた時は本当にこんななんか辛いものをこう食べたらもうお腹も壊すし、もう絶対に良くないって思っていたんですけど、いつの間にかハマって本当に毎日ラーメン、辛ラーメンを食べ続けて、でその結果なんかもう調子いい、胃腸が悪くしまいましたね。前になんか入院してた。辛ラーメンの結果入院してた。それは違う。それはなんか小麦の食べ過ぎ で入院させていただきました。はい。アドバイスをぜひ。私は個人的にはロケをおすすめだってる、はい、おすすめしています。なんかロケとか大学のサークルに参加してみたみたいな。邪魔でしょ。okay。 大学の手話サークルに参加とかは確かに見たことか、他の YouTube 上げてる人の動画で見たことはあるけど、他のロケとは飯屋に行ってなんか飯食ってみたいなので、何が面白いんですかって、いいじゃないですか、コメントで教えてね。その手話関係がまあいいなって思うから、多分手話カフェとかもあるんじゃないですか。ありますね。そういうのにこう、まあ、行ってるだけの動画とかで、ただ座ってくって嬉しいです。でもあれかな、空間をお届けするって、ああもうまあありだと思いますし、家族は私大学の、まあ、1個下の後輩なんですけど、はい、で本当にもう3年ぶり
くらいにやったんですよ。で、あのびっくりしたのが本当にこう服装が変わりました。変わった。昔はね、うん、スーツみたいな、スーツを着てれば大丈夫って思ってたから、うん、スーツ着てました。でもスーツを着てなんかいつもなんか黒い服を着て、で黒いパソコンをなんかいつもこう持ってて、でいつもどこに行くにもパソコンをこう持ってて、で、まあ、カフェに入ろうが、なんていうかな、大学の部屋に入ろうがパソコンをこう開いてカタカタカタってしてる、なんかこんな雰囲気の男だったんですけど、まあ、本当に柔らかい雰囲気になったなって思ってますけど。あれ、大学の時代、カフェなんか行ったことあったっけ？あるよ。大学のサークルとかは本当になんかカフェもあるし、飲み会とかも本当に多くて、いっぱいあって。ルアル。カフェもあったと思うよ。カフェで手話サークルをするって、うん、いやそうじゃなくて、手話サークルのみんなでカフェに行くっていうの。いや、それ俺はぶられてるよ。いや、おっと、え、もうそこにもそんなところでパソコン開くんだと思って見てました。してない。ちょっと変わってました。ね全然覚えてない。ちょっと変わってて、なんかその私が2回生の時に1回生としてこう、まあ、大学に入ってきてサークルにまあ入ってきて、そうで、まあ、この人があの電車の中で、うん、あなたは手話サークルに入るの入らないのどっちなの聞いたから、入りますです。本当になんかもうずっとこうちょっと何やろな、なんかこう堂々と、すごい堂々としてて、なんか勉強熱心で、で、なんかね、なんだけども、はい、なんだけども、なんか別に迷惑をこうかけられたとかではないんですけど、すごいこうメンタル、こういう感じで、結構こうなってると、つられてる。大学のサークルの、まあ、あの、あ専用の部屋があるんですけど、そこでこのちょうどここ隅っこのあたりでこうなってるイメージがありますね。2回ぐらいあった。2回なんか結構いつもだったらおかしいだろ、参加できないですよ。こんな感じ、こういうタイプだったかなと思うけど、はい、まあでもね、今落ち込んでるらしい、はい、本当に大学の時って服ってわからないじゃないですか。でちょっとなんかちょっと綺麗じゃなかった。え、そのスーツのそうで、まあ、プラスちょっと髪が本当にこうってなってて、で私はそのずっと、まあ、本人にも言ってたんですけど、はい、ね、まあ、ベートーベン、それは言ってた、ベートーベン、本当になんかこう、芸術って私は芸術家っていうなんか雰囲気がありましたね。でも、あ、またいいかよく言わない。今ね、すっごいこうモテファッションってなったなって思ってる。いいんじゃないでしょうか。モテるかな、最近。知らない。はい、前半後半手話で雑談というものをしてきました。皆さんいかがだったでしょうか。見ている方の中には声の有無に関わらず
聴者同士が手話で会話をするというのに違和感を感じた人もいたかもしれません。私としては手話サークルに所属していた時にできる限り手話での会話をするという機会を増やしたかったっていう思いと、聴覚障害を持ったメンバーから僕たちがいないところでも手話で会話をしてくれると嬉しい、聞こえる人同士が話し声を聞いてそこに混じるっていうこともあるみたいに、手話での会話をするっていう習慣を身につけていてくれたら僕たちも同じようなことができる、手話での会話を見てそこに混じるっていうことができるかもしれないって言われたこと、この2つから相手が手話を知っていてなおかつ手話で会話をするっていうことが、まあ、違和感がないで OK だよって言ってくれたら手話で会話をするっていうようにしています。でもこの辺ってちょっといろいろな意見があると思いますので、聴者同士で手話をするっていうことを推奨するっていう内容では前半後半を振り返っていかがでしょうか。本当に硬いんだなって思いますそうだねなんだろうな、まあまあ、いや、いつも硬いわけじゃない、動画の中だと自然に硬くなってしまう、今までこう、今まで作ってきたイメージをこう守ろうとしてるんだと思う。知らないんですけど。壊す。たまにも壊す。うん、大事。壊していいと思います。はい。はい。だから今後壊れることもあるかもしれませんが、壊れた時は見守っていただけると幸いです。温かく。はい。では今後も機会があったら、もう手話で雑談のコーナーを続けていきたいと思います。では皆さん、またね。